どうもありがとうございました。はぁ、疲れた。すいません、途中ボロボロでした。申し訳ございません。いやー、途中になっちゃった。すいません、緊張しちゃった。東京さんたくさんいるんで、緊張しちゃった。ついに、ですね、そうですエンディングになりました。エンディングは毎度おなじみのですね、これもかぐや姫ですけども、おもかぎろの空。あ、最後なんで、こうみんな、なんか今年1年の感想じゃないけど、何か一言。そうですか。何か小沢さんからじゃあ。いや今年はいろんな新しい挑戦ができて、うん、とっても楽しい一年でしたです。今日気づいたんですけども、いつもおとなしい小沢君がこんなにこんなに芸があるとは思いませんでした。来年のますますの期待、ますますの期待してます。いらっしゃいました。ありがとうございます。改めてって言われるとちょっとね、もう疲れてるよ。だいぶいっぱいやってるね。こんだけでもお客さんが来てくれるようになったってのはすごいですよね。最初、本当ゼロからスタートして初めての舞台でドキドキしながらね。で、今だんだん小林さんとか影響を受けて自分でも歌を作ったりし始めて、ギターも買っちゃいましたからね。すごい、こいつと出会ってから随分いろんなところが出るところが増えましたね。いろんなおかげさまで。本当な縁がありましてね、こういったことで歌を歌うフォークスターということで、高校時代はフォークソングとかやってたんですけどね、まあ、ずっともう30年ぐらいやってなくて、でフォークスターこの方でやるということでオーディションも無事受かって、ね、イケメンで通っていただいてありがとうございましたということで、大変だったね。そうです、もうプレッシャーでね、できなくて何が詰まったんですか。AKB 対戦で50人ぐらい、もう初心者からやってたらもうつって写真見てバンと撮れたというね。まあそれも無事通りまして、いい経験させていただきますね。やっぱり皆さんで歌うっていうのは非常に気持ちいいですよね。そうです、支えにもなるしということで、拙い演奏でございますが、皆さんと一緒に、2010年幸せでした。2011年も、今以上にね、皆さんと盛り上がって幸せになれたものを思いますので、すいません、食べます。はい、来年も頑張りますので、最後を頑張ります。以上でございます。よろしくお願いします。ですね、まあ、ここにいる5人、私も全部そうなんですが、もちろん楽しんでやってるんですが、この場で知り合って、こうやってみんなの前で発表するってことで、みんなね、成長してます。これも本当にみんなのおかげと思ってます。本当に人前でやるってことがいかに大変か、うちでやってることがなかなか 100% できなくて、最初のうちは5割ぐらいしかできない。それは悔しくてどん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 練習やっていくんですが、ね、日々成長していますので、これからもよろしくお願いします。そしてあと来年、こうやってまたみんなと、健康でいないと会えないんでね、それなりの体調管理をして、また来年も元気にここで会いたいと思います。今年はどうもありがとうございました。